こんにちは、ガイドのカルメンです。スペインの新型コロナウイルスについて、スペイン政府が発表した情報をデータや数字で紹介する動画です。現在のワクチン接種状況、コロナ感染状況、ワクチン接種済みとワクチン未接種の比較データを紹介します。スペインのワクチン接種状況について、スペイン政府の保健省のサイトから2022年1月3日現在の情報が発表されています。スペイン在住の12歳以上の人口のうち、1回目ワクチン接種が終了した方が 92.2%、2回接種を終了した方が 90.3%、ワクチン2回終了が初めて9割を超えました。ただし、年齢別で大きな差があります。ワクチン2回接種済みを年齢別で言えば、40歳以上は 95.1%。これは大変高い数字ですが、30代はぐっと下がり 78.8%。20代が 81%。12歳から19歳が 86.6% です。最も接種が遅れているのが30代。そして一番遅く接種が始まった10代の方が20代、30代よりも高い割合になっています。現在スペインでは5歳から11歳の接種もスタートしましたが、現在のところ少なくとも1回接種した人が 28.8%。すでに4人に1人以上が1回目の接種を終えています。12歳以上の人口ではワクチン接種が9割超えていましたが、全人口では 80.1%、約 10% 下がります。それでも全人口で8割超えというのは優秀な数字ではないでしょうか。少し私の意見、感想を話すと、逆に人口で8割超えたのにどうして今の状況なのか。スペインで最初にワクチンを接種した高齢者たちも1年経ってるんですね。年末にワクチンがスタートし始めて、元旦過ぎに会った友人のお母様がもう1回目接種が終わっていて早いなと思ったのを覚えています。もうスペインは3回目のワクチン接種が始まりましたが、インフルエンザのように毎年接種すべきという話もあるし、ワクチンの効果がどのぐらい続くのかなと考えると、1年前の接種を含めて8割になったと胸を張っていいのかどうか考えさせられます。新型コロナウイルス感染状況を見ていきます。スペイン全体では2021年12月30日の時点で1日の感染者数が74,487人。今、報道では10万人を超えて、6日前には16万人も超えて過去最高を記録しました。私は12月30日の報告書533号を1月4日に確認した数字を紹介しています。この報告書は各自治州からスペインの国立感染センターに報告が上がっているものを反映させていますと注意書きがあります。感染の数字に戻ります。これはちょうど1年前、2020年12月1日から2021年12月29日までの感染者数のグラフです。1年前の冬と去年の夏も増加しましたが、現在は爆発的に感染者が増加しています。ただし、症状が出ている方は濃い緑の部分です。で、この3回のピークを比べても、さほど警戒するレベルにはありません。薄い緑の部分は無症状の方。つまり感染者が多いといっても、無症状の方がとても多い状態です。また、症状が出ている中でも軽症もあるでしょう。年齢別に見ていきます。今増えているのが20代、30代、
40代。そして11月の2週目から1ヶ月近くトップだったのが、なんと11歳以下です。オミクロンは子どもの感染が多いという報道が他国でありましたが、これを見ても子どもが確かに多いですね。そして今周りで子どもから移ったというご両親の話を聞くんですが、これで言うとまず子どもさんの間で感染が広まって、それから急に大人へ移ったのかもしれません。重症化の数字を見ていきます。スペインの ICU への入院患者数、州別の多い順に並べていますが、人口に大体比例します。ICU ベッドの使用率が高いのがダントツでカタルーニャ、次いでバスク、バレンシアと続きます。1週間あたりの死者数はスペイン全体で282人。州別の多い州はダントツでバレンシアの47人です。ICU ベッド使用率の高かったトップ4州を見ると、バレンシア、カスティジャイレオンは先ほどの死者数で1、2番でした。が、カタルーニャは10人、バスクは0です。トップ4州のうち2州は少なく、2州は多い数字でした。オミクロンは重症化が少ないと言われていますが、それは確かなのか。コロナはすぐに症状が出ないので、今の段階ではわかりませんが、今後どう数字が変わるのか注目していきたいです。ワクチン接種者と未接種者のデータを比較していきます。ワクチン接種情報がわかっている人だけの数字であると注意書きがありますが、次のような結論が文章で書かれています。10月25日から12月19日までは、ワクチン接種済みの人の感染ケースは、ワクチン未接種者に比べて大変少なかった。最も差が大きいのが60歳から79歳で、感染率は 6.7 倍、入院率は 15.9 倍、死亡率は 19.2 倍の違いがあった。12歳から29歳まで感染は 2.2 倍、入院は 7.2 倍の違いがある。これで言うと、若い方は違いはあるがさほどでもない、高齢者は大きな違いがあると言っています。ただ、この後の数字で見ると、意味が思ったのと全く違いました。スペインの新聞ニュースの報道でも、重症化、入院は未接種者が圧倒的だという報道がすごく多いです。確かフランスでも入院の8割が未接種者という報道があったと思います。素朴な疑問として、ワクチンを接種したら重症化しない。そしてワクチン未接種者は12歳以上の人口の1割なんだから、なぜ大騒ぎなのかと思っていたんですが、政府発表の数字を見て気づきました。まず数字を紹介します。10月25日から12月19日まで、ワクチン接種データがある新型コロナウイルス感染者は49万5817人。そのうちワクチン接種者の感染者数が38万612人。ワクチン未接種96,969人。ワクチン接種者は人数が多いので、割合で見れば確かに少ないですが、それでも2ヶ月未満で38万人もの方が感染しています。感染が多いという騒ぎになっているのは、ワクチン接種者も感染している結果でもあります。これを見ると、比較してと報道されると、単純に接種者対未接種者の数値のように聞こえますが、おそらくそれぞれ確率を計算して比較したんじゃないかと思います。報道は誤解されることがあるので、やはりこの動画のように数字を確認するのがいいと思いました。年齢別での数字は次のようになっています。日本語で表をまとめるとご覧の通りです。
さっきの比較して何倍と言われるよりも、具体的な数字を見た方がわかりやすいので紹介すると、ワクチン接種済みは人口のほとんどを占めています。人数にすると917万9650人、うち入院は4649人なので、確かにワクチンを打った方が入院確率はずっと低いです。未接種者はそれぞれ 1.7% と 0.7% なので、人数の桁が全然違う中、ワクチン未接種者は1521人いますから、確かにワクチンはあなたを守っていると言えるでしょう。30歳から59歳を見ていきます。未接種者は人数が全然違うのに、入院と ICU は単純な人数比較でも接種者を超えています。死者数はさすがに単純な人数では超えませんが、割合では大きな違いがあります。若い世代を見ていきましょう。11歳以下の子どもたちにワクチンを接種させるか迷っているお母さん、お父さんもいると思います。12歳から29歳の数字を見ていきます。ワクチン接種人数が全然違うので、割合ではやはり大きな差があり、ワクチンの効果が出ています。一方で、死者はそれぞれ2人と3人です。80代以上の死者数と比較すると、ワクチン接種に関わらず死亡率は低いです。ただ、この死者は2ヶ月未満の人数です。年間の合計となると、もう少し上がるのではないかと思います。20代の若者と、12歳から18歳の子どもたちは体の作りも強さも違うと思うので、10代だけの情報が知りたいところですが、この資料では合計した数字しか出ていません。このデータを11歳以下に当てはめていいのかはわからないですが、それぞれご家族で決断するときにこの数字を参考程度に見ることはできるでしょう。ワクチンを接種すると重症化の割合がかなり少ないと資料から分かりました。ただ私の個人的な印象ですが、重症化しないと言われていたので意外と多いと感じました。確かに割合としてはとても少ないです。が、ワクチン終了済みでも2ヶ月未満で1000人近い死者が出ています。そして入院は1万人近い、ICU 入院も約900人、合計で1万2000人近くが2ヶ月未満で重症化をしています。年間でどういう数字になるかはわかりませんが、確率が低いといっても自分に当たるかもしれない。ワクチン接種後も気を引き締めて生活をしていきましょう。以上、スペイン政府の数字を紹介しました。この後は、スペイン現地での周りの状況や個人的な感想を話していきます。今、感染した人の話を本当によく耳にします。皆さん軽症ですが、友人の知り合いも含めれば、この2週間で15人ぐらい聞きました。ほとんどワクチン接種済みです。私の場合、周りでコロナに感染した人が今までもほとんどいませんでした。パンデミックスタートして1ヶ月ぐらいの間に3、4人聞いて、あとこの1年半の間、2人聞いた程度でしょうか。それか急にこの2週間で知り合いが3人感染しました。あとは私自身は知らない人なんですが、知り合いが感染したのよって話をあちこちで耳にして、合計して10人以上聞きました。オミクロンは確かに今までとは比較にならないぐらい感染力が強いと思います。なんと大騒ぎなのとは思うけれども、私個人でもこの話の多さを聞くと、きっと医療関係の人々はもっと危機感を感じているんじゃないかと思います。ワクチンを接種したけれども、重症化をして
入院や ICU というケースがあるというのは私も数人聞きました。全員が60代以上か、もしくは病気治療中の方でしたが、皆さんワクチン接種後2、3ヶ月後に感染して重症化していらっしゃいます。今日の数字を見ても、十分ワクチン接種後の重症化はあり得ますが、ワクチン効果が下がると言われる4ヶ月経つ前に重症化が起きているというのは知っておいた方がいい話です。あとは最近3回目のワクチンを接種した高齢者のご夫婦が2人とも1週間後にコロナ感染したと聞きました。多分モデルナを接種したと思うという話です。オミクロンへのワクチン効果はどうなのかと言われていますが、先ほどのワクチン接種者と非接種者のデータには、どんな人を接種済みとみなすか長い注意書きがありました。ファイザーは接種後1週間、アストラゼネカやモデルナは接種後2週間経たないと接種完了者とみなされないとありました。ですので、この3回目の接種のご夫婦は、モデルナだったとしたら、3回目は打っていない人に分類されます。皆さん、接種後2週間は行動を控えて、せっかくのワクチン接種が無駄にならないようにしていきましょう。それから、8月にワクチン接種が終わった方が、12月に会社に言われて抗体を調べたら、ゼロだったと聞きました。高齢者は免疫が持続しない。4ヶ月過ぎると抗体がぐんと減る。こういう話はありますが、その方はまだお若い方で、4ヶ月後にすでにゼロの話は衝撃でした。そもそもスペインでは真夏の暑い中に接種した人たちが多いんですが、ワクチンの管理がちゃんとできていなかった説が、密かに在住者の中で囁かれていますね。日本ではワクチン接種後の死亡例やワクチンの温度管理ができていなかったニュースがたくさん報道されますが、スペインではこういう報道を少なくとも私は見たことがありません。温度管理の話も見たことあるってスペイン人に聞いたらば、そういえばドイツでそんなことがあったって報道を一回見たなぁと言っていましたが、日本やドイツでもあんなに起きてることが、スペインで起きていないとは考えられない気がしています。これは個人的な感想です。今回はスペインのコロナ情報、ワクチン情報をお届けしました。